はい、こんにちは、ジャンゴです。今回はキャプゼロの動画なんですが、代表ユニフォームのね、ガチャ、未来への扉かなが、星6確定まであと15連っていうことで、今回ね、1日1回のやつプラス10連で一旦このガチャに関してはね、締めようかなと、思います。でね、1日1回のやつは動画撮らずにね、ちょこちょこ引いてたんですが、その中で、ヒューガくんを引けまして、これでね、翼、岬、ヒューガは手に入ったので、あとはね、葵と若林くんだけっていうことで、まあ、15連の間にね、葵を引いて、こっちの星6でね、若林くんを引ければ完璧な状態になるということで、引いていきましょう。いけ！これはなさそうっすね。おっと！あ、なんだったんだろう。連打しちゃってた。そして、新田か。はやぶさタックルの新田くん。あれもね、キャラ自体は結構いいキャラだよね。戦いの経験がついてたと思うので。はい、そんな感じでした。よし、じゃあ、10連も引きましょう。いけ！おっと？どうだ？おし、とりあえず1個ある。全部星2ではない。さあ来い！んーと、来ない！レボリューションじゃないや。レボリューションってことはメダルも手に入らないじゃないかっていうね。まあこの美杉くんはね、なんかいつの間にか他の美杉くんのが強いの手に入ってたから、ずっと星さんのままっていうねやつだったと思うんですが、これで終わったらちょっと実質全部星2と返さないが、押しも1個、さあ来い、押し、お、これあれだな、持ってるから、レボナだけだね。はい。レボリューション、6、せめて6にしてよ、じゃあ。初期の代表ユニ、技能もない、あれ違う。あ、これ。何？おー、もう一個ある。ガッツマンタックルってことは違う方だ。あ、じゃあ俺がマジで持ってない方の石崎か。あれなんだっけ、代表ユニの。ジュニアユースのやつか。勘違いしてた上に結構星さん出てる今回。お、ノートラ？あれ、ノートラってゼロ祭り限定だったの。レアガチャに入ったから、こっちからも出るようになったの？あれ、ノートラ限定スキルだよな。マジか。なんか、微妙に嬉しいんだか嬉しくないんだかよくわかんないライン疲れて困惑してるんだけど。あ、そっか、これ、青木選手の方だ。あ、じゃあ持ってない石崎だ。これはじゃあ悪くないね、そんなに。ジュニアユースのパワーのディフェンスはね、そうか、石崎くんね、テクニックのもう一つ新しい方の石崎くんしか持ってなかったんだよ、ジュニアユースの代表ユニフォームの。あー、ブロックタックルプラス1。まあ、微妙は微妙だよね。一世代前だから。で、ミスギくんが、しかも小学生の方か、このミスギ。なるほどね。あ、華麗なオーバーヘッド。それはじゃあ、華麗なオーバーヘッドキック。俺、もしかして小学生のミスギくんってバッチメダルで交換したのかな。技が、ニューになってる。そして、ノートラですよ、ノートラ。ノートラ実はね、星4で止まってるんだよね。一回引いて、星3進化ボール使っただけで、昔にはこれ0マスに限定スキルだったと思うんだけど。はい、というわけでね、なんか、実際問題ね、一切戦力アップにはなってないんだけど、なんか微妙に持ってないところをついてこられたねっていうガチャでした。なんだこれ。はい、じゃあ本命。本命のね、星6進化。
これなんですが、一応翼と美咲は星3をゲットしてて、あ、翼と日向くんは星3をゲットしてて、美咲くんは星5で出てきているので、一番出てほしいのは若林、次が一応まあ全く持ってない、葵で、翼と日向くんが出る分には星6まで進化するので、かなりバッチメダル節約になる。あ、翼と日向ね。で、美咲くんの場合ね、ブラックホールが節約できるぐらいで、まあバッチもなんだけど、一番ちょっとって感じかもしれん。というわけで、まあ星順で言うと、若林、葵、どっちかな、まあ翼と日向は同率、まあ美咲くんいっちゃん優先度低めっていう感じかな、俺の今の手持ちで言うとね。ってことで来てください、お願いします。さあ、よし、とりあえず持ってない方、オッケー、これはオッケー、おっしゃ、おおっしゃ、これは大勝利でしょう。オッケーオッケー、インフェルノ SGGK、インフェルノ SG なんだってSGGK じゃないのか、インフェルノ SG ダイレクトキャッチ、これはあれか、スーパーグレートダイビングキャッチでいいのか。はい、ということでね、見事代表ユニフォームの若林くんゲットできました。もうこれでね、残すところ葵だけなんだが、そうね、まあちょっと月末ゼロ祭りも来るだろうし、サンターナの方も少し引けるなら引きたいから、扉、未来の扉シリーズは撤収かな、これで。そうだね、まあそんな感じで、考えてます。でね、これでね、もう引くのやめるなら、翼と日向くんもレベルアップっていうか、まあランクアップ、星ね、バッチメダル使ってあげていってもいいかなということで、最終的にはね、4人ゲットで終わりました。ということでね、今回はこれで終わろうと思います。ありがとうございました。よいしょ。